外交でしたら特使を務めましょう。何もない空間から下半身だけ生えてるんですけど。さあ行くわよ。私は逃げも隠れもしない。頑張りますね。私は水の女神アクエよ。分かったわ。わあ！何か目ぼしいものはあった？私も今すぐ帰るのは良くないと思うわ。まだテンペストの美味しいものを制覇してないんだもの。やはりコッパの眷属では役に立たないか。いきなり魔獣をけしかけるなんて。誰だお前は。我が名はミフェリアス。お前たちのような生まれ変わりを始末するのが生きがいだと言っておこう。生まれ変わり？転生者のことか。ってことはカズマだけじゃなく俺も標的に入ってるみたいだな。ラファエルさん、あのミフェリアスって一体何なのかわかるか？はい、個体名ミフェリアスについて解析を開始します。完了しました。個体名ミフェリアスの体組織は魂魄や怨念によって形成されています。魂魄に怨念？詰まるところ怨霊みたいなもんか。で、続いて個体名ミフェリアスの能力を解析。成功しました。主に次元間の移動、世界概念の融合を行使可能です。つまり前者は自由な回避や移動、後者は世界と世界の法則をつなげ、能力者自身に様々な影響をもたらす能力です。後者のがいまいちピンとこないけど、二つともとんでもない能力だってのは分かった。なお、個体名ミフェリアスは別世界の存在であるため、能力名は存在せず、ベルゼビュートによる能力獲得は不可能。大体理解できた。こいつは油断できない相手だな。ミフェリアス、生まれ変わりを始末とか言ってたが、
何の目的でそんなことをしてるんだ。わからないか。俺の存在意義はただ一つ、傲慢で愚かな成功者をこの手で始末することだ。成功者？そうだ、お前たちのようなアンポンタンが成り上がり、ハーレムを作ったりチートライフを楽しんだりなど絶対に許されん。あいつはさっきから何を言っているのでしょう。ただの逆恨みよ。私が見た感じ、転生後の生活に失敗してまた死んだ人間の魂の寄せ集めってところね。怨念ってのはそういうことか。そんなにむごい死に方をしたのか。愚問を。生まれ入れてすぐに死んだことはあるか。仲間に裏切られ撃たれたことはないだろうな。だからお前たちはこうして何も知らずにのうのうと国を支配し、ハーレムを成しているのだ。おい、今俺がハーレムを作ったって言ったか。これのどこがハーレムだ。お前の目は節穴か。持つ者はこれだから妬ましいんだ。恵まれた立場にいながらその態度だからな。そんな成功した奴らをくじき、絶望の淵に立たせてやるのが俺の至福の時というわけだ。元転生者の魂と聞いたから同情しかけたが、どうやら情けは必要ないみたいだな。情けか。それこそ与えられた者の特権というものだ。情けなどいらぬ。転生者も取り巻きも全て次元の狭間に送ってやるわ。させるか、ベルゼビュート。うおお、なんだその魔法。いや、魔法か。ほお、爆裂魔法には程遠いですが、何か惹かれるものを感じます。カズマたちは離れてろ。こいつは俺が片付ける。さあ、食らいつくせ。能力獲得はできなくても魂を消滅させることはできるはず。よし、完全に捕らえたぞ。なんてな、それ式で俺がやられると思ったか。いつの間に。そうか、次元間移動ってやつか。お名札。いつでもどこでもこの力があれば、どんな攻撃も受けることはないんだよ。気をつけろ。そのインチキ能力で俺たちの攻撃は全部かわされたんだ。私の爆裂魔法もです。この屈辱絶対に晴らしてみせますからね。爆裂魔法。ああ、あの無駄に威力の高い魔法か。あれの処理はなかなかに困ったぞ。次元の狭間に置いておくわけにはいかないから、この世界に捨ててやったんだ。お前らも巻き込まれたのは想定外だが。なんだって。じゃあ、あの爆発はお前の仕業だったってわけか。その通り。流れ着いたついでだから、お前の国もどう壊そうかいろいろと画策はしてみたんだろう。住民を装ってハーレム男を始末させようとしたり、大量の魔獣を召喚し襲撃させたりな。住民を装う。ああ、ガビルが言ってた誰かの声はこいつの声だったってのか。じゃあガビルを煽ったのもキャベツ大量発生もお前が犯人か。随分と回りくどい真似が好きみたいだな。だがどれも効果は薄かった。だからこうして直接始末してやろうと思ったんだよ。なんもないところからの攻撃、本当に面倒な能力だな。なんとでも言え。どうあがこうが全て無駄になる絶望を思い知れ。じゃあ、果たして本当に無駄かどうか試してみるか。だから何をしても無駄だと。移動できない。どうなっている。
おいおい、どうしたんだ。お得意の次元間移動聞いてみろよ。ま、今張った結界がそれを許さないんだがな。くそ、このチートスライムが。もしかして次元間移動を封じたのか。すごいな、リブル。ああ、こいつはもうどこにも逃げられない。あとは俺がやる、任せてくれ。めちゃくちゃなことをいとも簡単にやりやがって。妬ましい、妬ましいぞ。いきなり魔獣をけしかけるなんて。誰だお前は。